エンリコラバはイタリアのジャズトランペッターである。トロンボーンで音楽活動を始めたが、マイルス・デイビスの音楽を聴きトランペットに転向した。彼の最初の商業作品は、1960年代半ばにガトー・バルビエリーのイタリアン・クイーンテットのメンバーとしてであった。1960年代後半、彼はスティーブ・レイシーのグループのメンバーとなった。 1967年にラバはニューヨークに移り、1ヶ月後には1970年にタンシルレコーズから1枚のアルバムを出していたグループガスマスクのメンバーとなった。1970年代及び1980年代に彼はジョン・アーバークロンビー、アンドレア・チェンタッツォ、ギル・エヴァンス、リシャール・ガリアーの、ジョー・ヘン・ダーソン、ジョー・ロバーの、パット・メセニー。 ミシェル・ペトル・チアーニ、セシル・テイラー、ミロスラフ・ビトスと仕事をした。また、カーラ・ブレー、リー・コニッツ、ジャンヌリー、ボール・モチアン、ラズウェル・ラットとも仕事をしている。主に、ビバップ・ジャズを基本としているラバだが、アバンギャルド・ジャズのセットでも演奏している。ラバは、トランペッターのパオロ・フレスと一緒に、ビック・ス・バイダーベック、ルイ・アームストロング、ジェット・ベーカー、 マイルス・デイビスの影響による4枚のアルバムを録音した。また注目すべきは彼のアルバム、ラバ、ロペラバとカーメンである。これらはオペラのアリア途上曲に対する彼なりの解釈となっている。2001年、ピアニストのステファノ・ボラーニとクインテットを結成し、ガトー・バルビエリ、アルドロマーノとツアーを行った。また、ヨーロッパでのトリオとして彼は、 エヴァーハルト・エーイバーとスイスのパーカッショニストであるレト・ウェーバーと演奏した。2005年6月、ラバはイタリア・ペルージャにおけるウンブリア・ジャズ・フェスティバルでのジャズ教育の20周年、記念としてバークリー音楽大学から音楽の名誉博士号を授与された。イタリアン・インスタビレ・オーケストラスティーブ・レーシーその他、ありがとうございます。